まあ、まず勝てたことが一番ですし、その中で6点というまあ結構中断とかもあり大変だったと思うんですけども、全員が集中切らさずにこう、点を取りやめることなく全員で、取りいった姿勢っていうのはすごく良かったのかなと思います。相手のゾーンの配置がちょっと後ろ気味だったので極力ニアを狙おうかなっていうのを思ってて、で1点目のフリーキックなんかはちょうど空いたところ、伊庭くんのちょうど空いたところだったのであそこに落とすイメージはありましたし、2点目はちょっと低かったんですけど伊庭くんがうまく合わせてくれたので、やっぱり自分たちの中でどこが隙があるのかっていうのを確認しながら共有しながらできたのかなっていうのは。まあでも基本的なことです。言われていることは今までとは変わらないんですけど、ただそのセットプレーにかける思いだったりとか、セットプレーで点取った後の市さんの、ね、笑顔とかっていうのはすごく僕自身も嬉しくなりますし、まあ今まで蹴る機会が少なかったので、まあそこは自分の武器だったので、セットプレーで点取るのはすごくゲームの流れもガラッと変わるので、そこは出していかないといけないのかなと。常にこう試合は勝たないといけないので、ただ山口戦終わって思ったのがすごくやっぱり大勝してね勝つとサポーターの皆さんも帰りの新幹線のホームとかですごい笑顔でしたし、全員が気持ちよく終われるので、やっぱ試合に勝つことってすごく大事だなって改めて思いました。まあ、大宮さんもすごくいいチームですし、しっかりサイドの選手が仕掛けたりとか、本当選手一人一人の特徴によってこうチームのスタイルが変わるというか、そういうところがあるので、ただそういうスタイルが変わる中で自分たちがぶらさずにやらないといけないことをしっかり やればやっぱり自分たちがこう主導権を握ってピッチで自分たちらしいプレーができると思うので、まあ、そこは相手云々ってよりもやっぱ自分たちがまずどうあるべきかっていうのをしっかりフォーカスしながらやれば、勝ち点は取れると思います。まあ、ゲームを作ることだと思いますし、あとは結果を残すこと、その2つがやっぱり今の明確な指示というか、そういったものを与えられているのかなと思います。いろいろ考えながらやってますけど、ただただこう毎日練習で
ね、こう常日頃上手くなることを考えてやってたら自然とそれが自分のプレーになっていくので、与えられたものをしっかりどれだけやれるか、そしてそれを上回れるかだと思うので、与えられた仕事をしっかり、やっていかないといけないのかなと思いました。もちろん勝つことが大前提ですし、でここから1試合も落とせないので、本当そういう気持ちで戦わないといけないのかなというのは思います。優勝をするためにはこうやっぱ連勝というのは必要になっていくと思うので、ここを落とすか落とさないかで全然これから違ってくると思うので、確実に勝ち点3を、どんな形でも泥臭くても取って連勝しないといけないのかなと思います。大宮戦、連勝がかかっている試合と思いますし、皆さんの声援というのは必ず必要になってくると思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。